本作「終焉は」は愛犬が構ってほしそうにアトリエ内の粒子に視線を投げかける姿が描かれた一作です愛犬の名前は「モル」といい番犬たるにふさわしいシェパードなので家を守るからつけたとされています背景にはアトリエからの裏庭の眺めが描かれており赤とんぼが飛び交う様子からタイトルの通り 涼しげな秋の訪れを感じさせられます現在のアトリエからの眺めでこの作品を再現するとこちらの写真のようなイメージとなります画面に表されたウラニアは10年以上前に描かれた広報収載において収穫された野菜が描かれているようにかつては野菜が育てられていた場所です しかし終戦間際の1945年8月13日爆撃によって大きな被害を受け爆弾産原に表されたように庭の野菜も爆風によって吹き飛ばされてしまいましたこの作品が描かれた1947年は国内がまだ戦後の混乱期にあり物価高が続いて 展覧会の開催も困難な状況だったようですが粒子は展覧会の開催を決断しています本作の画面をよく見てみると一度は爆風に破壊されてしまった裏庭に今やかぼちゃやとうもろこしが実りかつての豊かさを取り戻そうとしていることがわかりますそのことから「終焉」というタイトルは「 秋の縁側というだけではなく戦争の終焉をも暗示しているように考えられます。